皆さんこんにちは、営業コンサルタントの竹内です。いよいよですね、こちらの方も10日目ということになってまいりました。非常にちょっと内容の方もですね、徐々にレベルアップしてきてるかなと思うんですけれども、今日はですね、無形物商材ですね、形のない商品を売るための鉄則ということについてお話をしたいと思います。まずですね、これまでは世界中ですね、高度経済成長というのはありまして、もともとも工業社会だったんですね。ですから物を販売していくということに重きがあったんですけれども、今後はですね、物はシェアされるというふうに言われていますし、知識社会というふうに言われていますので、形のない商品というのはどん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 増えていくということになります。今でもかなりの数がありますけれども、今後はそういったことが課題になります。じゃあですね、そういう無形物、形のないものなんですけれども、どうやって売ればいいのかっていうことがやはり難しいんですね。それに対しての一つの方法としては、ストーリーを売るというのがあります。ストーリーです。その無形物である商材、これをですね、購入したらどういうふうな将来が待ち受けているのかというところについて、しっかりとストーリー構築を行うということです。逆にその無形物の商材ですね、例えば保険であるとか、研修であるとかですね、広告といったものなんですけども、それを買わなかったらどういうことになってしまうのかということまでお話をするということになります。そのストーリーの、精度がですね、勝敗を決める形になると思います。はい、ぜひですね、このストーリーを売るということですね、参考にしていただければと思います。どうもありがとうございました。